きして。ううん、私が悪いんだから。はいはい、判定しましょう。今のはこっちのお姉さんの方が悪いんです。そっちのお兄さんは悪くありません。もしかしてあなたが神岡さんですか？お噂はかねがね聞いてます。いつもお姉ちゃんがお世話になってるそうですね。あのこの子は私の妹で、さやかと言います。神岡さん、お姉ちゃんをよろしくお願いします。さやかもよろしく。はあ、さやかに言ったんですか。紛らわしいから別の呼び方。さやかちゃんとかプリティに呼んでもらえません？こら、さやか、いい加減にしなさい。ごめんね、神岡くん。ほら、やめなさいってば。あら、お姉さまはなんで怒るのかしら。さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら。ごめんね、神岡くん、この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんは謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝るのかしら。もう少しは静かにしてられないの？神経質なんだから、お姉ちゃんは。まあ、小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。はい、なんでしょう。あなたじゃないの。あ、ううん、神岡くん、やっぱり私が悪いんだわ。もうジャッジは下ってるのだよ、君たち。この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。はい、OK。そんでもって、軽くキスでもしときましょうか。冗談だって。でもお姉ちゃんだけ弓倉さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあね、お姉ちゃん、明日の放課後は中等部までよろしくね。神岡さんもまたね。
ごめんね、神岡くん。不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合子。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生くん、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。おかしいと思わない？3人が意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。しっ、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ。あ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。
呼び方でもいいんですが、他のにしませんか？だからそれじゃあお姉ちゃんと一緒ですって。さやかくん、さやかくん、ホームズみたい。でもこれ結構難しいんです。神岡さんは何か楽器演奏できるんですか？そうですか。トロンボーンもリコーダーくらい簡単なら楽なんだけどな。あ、そうだ、神岡さんもう帰るんですか？当番だから商店街に寄らないといけないんです。はい、お肉と野菜を買うだけですから。